田のごたくぼたです。どうも皆さんこんにちは。今日はこちらをご覧ください。こちらはファーストっていう石油発動機です、ね、型式が FS って書いてあるかな。3馬力から4馬力、回転数は最大1200番。こういうトレードマークなんだ。菱形に FP だ。笠岡工業、どこなんだろう、笠岡工業って。ファースト、赤いボディなんですね。エンジのボディ。そしてシリンダーヘッド、2本打ち、ドッグアーム2本ですね。作りはね、クボタとそっくりですね。型はクボタなんでしょうね。 OEM なのかな。ここね、ファーストってポッパー横にはね、1本でありますね。わあ、このホイラーも古いな。古いよね、これ。ここにもね、ファーストってプレス文字が入ってます。大きさは、クボタの BHB くらいだね。OEM かな。こんな感じですね。これも昔のまんまだろうけど、灯油はここから入れたんだ。クボタとはまた違う、後ろじゃないね。この辺のタブのあたりもちょっと違うね、クボタとは。こちらが灯油かな。そうだね、こちらから灯油が来て、ここ灯油調整で、ここにガソリン入れて、こちらでガソリン始動です。ファーストという発動機です。これは純正かね。このプラグキャップも純正かもね。赤いエンジン、ファースト FS 型のね、紹介でした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。田のごた久保田でした。